本当に光栄に思ってますし、昨年は怪我をしてしまって、チームの力になかなかなれなかったんですけど、逆にチームメイトや皆さんに、本当に支えられたと思っています。その分じゃないですけど、今年はしっかりと怪我をしないで、チームの力になれるように一生懸命頑張るので、よろしくお願いします。また、こうして開幕を迎えられるものも、皆さんの力強かったと思いますし、開幕戦もホームでできるので、皆さん小学校で一緒に戦えることを、楽しみにしています。本日は本当にありがとうございました。続きます。